再び平蜘蛛をこの手にできようとは。一人とした触り心地、美しき丸み、主にわかるか? ここなら移しようで叶わぬ望みも叶うでのう。なかなか悪うない。しばらく離れるつもりはないわ。ここなら移し。お主は、どうやら位置はここにはおらぬ様子。我が願い。 鹿と聞き届けてくれたのだな。感謝いたす。しかし、娘たちはどうしておるのだろうか。移しようは未だ戦乱の世と聞くが。しかし、おや。 また新しい方がいらっしゃったようです。賑やかになるのは嬉しいのですが、複雑な思いはありますね。ここは、移しように心残りのある者がとどまる中院の間。彼らの願いを聞けば、彼岸へと送り出せるかもしれません。ここは、 手がかりがつかめたようですね。向かうはあの者が霊石を集めしところ。気をつけるのですよ。自分と同じ顔に驚いたでしょう。義達、あなたと共に生まれたもう一人の私の。 創生は不吉の兆し。道山様は気にせぬと笑ってくれました。しかし、人々の心はわずかなことで陰り、くすんでしまうもの。私は幼いあなたを連れ、道山様のもとを離れることにしたのです。道山様は人里で暮らせぬ私たちを案じる日が多かったのでしょう。 父に振り向いてもらいたいがため、あの子はあなたの父、そして私の道山様の思いを受けておるのですね。その背にちゃん。 ここは彼岸と彼岸の狭間。あなたが移しようへと戻れるのは小刀に残る不死の力がため、人とあやかしの血を引きし、あなたにだけできること。お主か。 あやかしとなったわしをよくぞ止めた。だがわしに従うて死んだ兵たちの無念、未だに晴れず、かの血をさまようておる。その無念がさらなる亡霊を呼び寄せておるという。さらなる犠牲が出ぬよう打ち晴らしてくれぬか。 今だ、おかしくなって暴れちまうなんて情けねえ。迷惑かけたな。 実はな、
最後にお前と本気でやり合ってみてんだ。どうだ、お前もやってみてえだろ。実はな、お主は藤吉郎の。ほう、ここで会えるとは。光秀様は無事でござるか。さようか。身共の願いを聞き届けていただき、かたじけない。あとは娘の服は息災にしておるのだろうか。この身滅びるも怨念は残り、うつしおの調和を乱しておるとか。娘の生きるうつしおに禍根を残すわけにはいきませぬ。我が怨念、どうか退治してくれませぬか。この
忌むべき力に手を出したわしに最後まで。
てくれんかの。なぬ？トヨが心配しているとな。さてはお主が文にあった秀の字とやらか。だんまりとは怖いの。仕方ない、トヨのところへ連れて行っとくれ。Thank you.
いらっしゃい。またどうぞ。